製の豆を箸で掴んでこのお皿の上に乗せていきます。制限時間は10秒です。この中で最も多く豆をお皿に乗せられたメンバーに、ご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。ということで箸、ちっちゃい箸とお皿で持ったので早速やっていきたいと思います。へえ。いきます、スタート。1、2、3。え、3つ。意外と早かったんですけど、でもノーミスでした。3つ、多いのかな。あ、でも私が月曜日だからこれが基準なので、ちょっとこのまま優勝できたらいいなって思いますね。はい、書いていきます。暫定1位。そうですね、このまま1位を守れたらいいなと思います。13,000人。やばい。やばい、緊張する。はい、ちょっと次に行こうと思います。あ、宿題やっちゃいたいと思います。前回のメンバーの坂口さんからの宿題が、ライブの裏話お願いしますっていうことだったんですけど、そうですね、そう、一昨日と昨日ライブをさせていただいて、愛知だったのでひつまぶし食べました。2個も食べました。あとは宮城と大阪でも、美味しいものたくさん食べましたね。楽屋の席は宮城と大阪の時はさくちゃんと隣の席で、今回のライブは隣がやくぼでした。なんだろう、でも結構ライブの、ライブの時は美味しい食べ物がたくさんありすぎてもう我慢できなくて、いっぱい食べちゃって、そう。そうなんです。さくちゃんがね、さくちゃんのお家のおそばを2年前はそう差し入れしてくれて、今年はそば稲荷を差し入れしてくれて美味しかったです。さくちゃんに個人的にお蕎麦もらったりするんですよ。すごい美味しくて、今回もねライブで食べれたので、それがいい思い出だなって思います。そう、はい。うん、美味しかったよ。今コメント見てます。今週福岡行くよ。本当に福岡もうなんか美味しい食べ物あったらいいな。そう、福岡は配信があります。あ、スリラー見たよって。そう、昨日乃木坂工事中だったんですよ。で、私もライブ終わってお家帰ってきてテレビで見てたんですけど、スリラーやってるの映ってた。いや、私最近、あ、そう、それで知ってるんだってコメントがいっぱいあったんですけど、私マイケル・ジャクソンさんの動画めっちゃ見てるんですよ。ライブの映像、そう、だからめっちゃ好きだし分かるよって思って思いました。
留学講習中で縦割りクラス対抗の、 その企画に今出させてもらっていて、来週まであるのでぜひ来週も見てください。で、そうですね、昨日の乃木坂工事中で、選抜発表がありまして、ありがたいことに初めて選抜に入らせていただきました。ありがとうございます皆さん。そうですね、コメントインタビューの時もコメントにで言ったんですけど、やっぱり一番は3年間こう応援してくれていたファンの方にありがとうございますっていう感謝の気持ちが一番大きいっていうのと、これを機に改めて初心を思い出して、一つ一つお仕事を丁寧に頑張っていきたいなと思いました。すごい日本語下手ですみません。あ、2万人ありがとうございます。はい、そうですね、なんだろう、本当にすぐブログも上げたかったんですけど、なかなか言葉がまとまらなくって、ちょうど次の日にこうやってお話、ファンの方とお話しする機会がこういただけてよかったなって思ってます。歌番組もそう、そっか、緊張しそう。でも頑張りたいです。なんだろう、あ、そう、カッキーセンターなんですよ。そうですよ、そう、カッキーセンターなんです。本当に、おめでたいし、カッキーセンターですよ。絶対頑張りすぎちゃいそうだから、そこは私が少しでも力になれたらいいなって思います。頑張ります。あとは何かコメント読んでいきたいと思いますが、どうでしょう。ちょっと待ってね。OK。はい。おめでとうってみんな言ってくれてありがとうございます。本当に。ちょっと待って。そう。なんだろう、でも、選抜に入れて本当に嬉しいですし、本当にもちろん嬉しいっていう気持ちはありますけども、初心を忘れずに一つ一つ今まで通りこう、なんだろう、理想を高く持って頑張るっていうのが今の自分にできることなのかなって自分では考えました。先輩から声かけてもらったりしましたか。みなみさんが連絡をくださいました。はい、
に言いましたか？さらっと言いました。お兄ちゃんはすごい喜んでくれましたね。家族にもたくさん心配をかけていたので、いい報告ができてよかったです。ちょっと待って、何話そう。はい、隣はまいちゃんだけど話したことある。新内さんはライブのリハの時に自販機の前で会ってジュース買ってもらっちゃいました。申し訳ないなって思ったんですけど、隣にいたあすかさんがなんかいい時に来たねって言ってくださって、え、何ですかって言ったら、このお姉さんが買ってくれるってみたいな言ってて、しゅんさんもびっくりしてらっしゃったんで、いやいやって言ってたんですけど、ちょっとお姉さん知ってもらってしまいました。ありがとうございます。昨日もちょっと話したいなと思って近くに行ってみたんですけど、ダメでした。話せないんですよ、先輩と。本当にああ、23,000人もありがとうございます。なくなった。さくちゃんと、なんだ、さくちゃんと最近よく話すようになってきました。ゆりちゃんとも最近よく喋ります。あ、そう、乃木坂的フラクタルが始まりました。新しいゲームで、なんか昨日ヤクボがなんかすごいハマってて、そのゲームにめっちゃ本気でやってるんですよ。なんかサクちゃんを多分推しに選んですごいやってて、昨日ヤクボに携帯でアバターを見せてもらって、私のも見ました。似てました。でもユナのが一番似てた気がしました。うん、あとなんだろう、乃木坂スター誕生で、スマッシュさんのスマッシュさんの、毎週月曜日放送中の新番組乃木坂スター誕生と連動したスペシャルコンテンツがバーティカルシアターアプリスマッシュで配信中です。急にすごい読んじゃった。乃木坂46はグルメバラエティのヤミーおいしい坂道や、お買い物バラエティの領収書ください乃木坂でなど、乃木坂スター誕生、にも、いや以外にも多く配信されています。本日はひな壇の内緒話かっこヤクボミオカメラ編が、無料で見ることができます。画面を更新していただくと、画面左下にあるスマッシュのダウンロードページにジャンプできるバナーがあるので、ぜひチェックしてみてください。今日の配信がこれみたいです。一緒に見ましょう。見える？リカ、目が開きません。おいとだって6時、夕方のお時間だから、ばちゃん眠いけど、お姉ちゃん、お姉ちゃん見てるよ。じゃあちょっとカメラ隠そう。
みちゃんのことも話したいことあるな、みんなに。あみちゃん、かわいい、リカ、リカかわいい。あら、おねえのパパちゃん、起きたかわいい。見て、あ、そうだ、ぶりっ子恐縮したら、きついきつい、だって世の中に放されるんだから。あ、待って、バッテリー残量が少なくなってきた。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ダメですか？かわいいよ。ちょ、もう一回見ていいよ、今の。かわいい。恐縮したら、ダメですか？かわいいよ。かわいい。かわいい。あ、そうだ。え、いいじゃん。注意もかわいい。仲いいですよね、ほんとこの二人。恐縮したら、ダメでした。リカもこんなショールームで出されると思ってないんだろうな。こんな感じで、こんな感じで、見れるみたいなので、ぜひ見てください。本日の配信ではね、この内緒話と私とセイラのカメラ倉庫、略してカメ倉のひそひそ話と、サクちゃんとヤンちゃんとマエタンと松尾美優ちゃんの松のダンスリハ潜入っていう動画も配信されるみたいなので見てください。ようも本当にさ、楽屋のわちゃわちゃ感そのまま出てるなって思いました、さっきの見てて。うん、そう、桜間の時のダンスリハかな、多分。何話してたんだろうね。楽屋行きたいわ。この動画を見てもらえれば、多分もうほんとそのまますぎて楽屋に来たような気持ちになれると思います。うん、与田さんと話した。実は隣の席、通路挟んで隣の席だったんですよ。だから話したかったんですけど、なんか何話したらいいんだろう、仲良くなりたいけど距離の縮め方がよくわからないんです。私は乃木坂に入るまで部活もあまり2週間とかしか続かなくて、どれもあんまり先輩後輩っていう関係を持ったことがないので難しいんですあ、そう、クロミンの話したいって言ってたのは、いつもツアーの帰りも行きも移動の時、なぜか席決まってるんですけど、なぜかいつもクロミンが隣なんですよ。で、昨日も帰りの時に話してて、私いつもすごい落ち着いてる方なんですけど、ライブの2日目終わった後ってなんかすごいいい、緊張から解放されてすっごい人と喋りたくなっちゃうんですよずっと喋りかけ続けちゃうんですよ、人に。で、それにいつも付き合ってもらっちゃってて、そう、昨日は帰り道、一緒に私が見たいって言ってたホラー映画を見てもらったんですけど、私怖いの苦手なんですよだからクロミンにこう見てもらって、こうやってしながら今どうなってるって言って解説をしてもらってて、これは2、3年前にも筒谷あやめちゃんと同じことがありまして、2人で同じ部屋にいて、私が本当にあった怖い話をテレビつけて、見たい見たいって言ってたんですけど、結局あやちゃんに隣で解説してもらってました
って2人とも年下なのになんかすごいあの落ち着いて怖いのほら見てるので、そうそんな感じでした。本当に 見れないのに見たくなっちゃうんですよね。サンマに行きそうですかね。ありがとうございます。そうなんですよ。待ってね。あ、5期生の子たち楽しみですか。もうめちゃくちゃ楽しみです。声が出ない。めちゃめちゃ楽しみです。同い年の子入ってくると思いますか皆さん。同い年の方が入ってきてくれたらすごい仲良くなってみたい。でも年齢とか関係ないから、あまり乃木坂は。そう、もしかしたら年上の方が入ってきてくれたら多分全然仲良くなったら、そう甘えてしまいそうな気もするけども、私はお姉さんなのでそんなことはしません。甘えさせる側です。そう、12月に発表されるみたいなので、皆さん一緒に楽しみにして待ちましょう。オーディションから多分3年ぐらい経ったんですけど、思い出しますね、その時のことを。二次審査の時に大阪に行ったんですよ。でこの前ライブで大阪着いた時に、あ、ここオーディションの時来たなって思って、そう、そんな気持ちになりました。あ、さんまにありがとうございます。あ、そうそう、明日のメンバーに宿題を出したいと思います。はい、明日のメンバーはなんと鈴木あやねさんです。そう、あやねお姉さまです。何か聞きましょう。あやねさんってめっちゃ面白い方ですよね。私46時間テレビで見てて、あ、めっちゃ面白いと思って、と読書が好きなのも同じ共通点なので読書の話してみたいんですよ。だからおすすめの最近面白かった本を教えてくださいにします。私もすっごい本読むの好きで気になります。鈴木あやねさんへ最近面白かった本を教えてくださいにしました。うん、ちなみに私が一番面白いと思う本はいっぱいあります。またお豆とかでね詳しく紹介できたらいいなって思います。お、5分フリートークできる時間がある とのことなので話そうと思います。コメント読みます。教えろっていっぱいある。君の膵臓食べたいっていう本があるじゃないですか。その作者の方がすごい好きで、その作者の方の本は全作読んでます。なんと夜の化け物が好きです。あと
全く違うジャンルの本なんですけど、この闇と光っていう本が、うん、私的には3本の指に入るぐらい好きで、そう、隅の夜さん本当に中学生ぐらいから愛読してます。で、聞いてください、今ね読みたい本をリストアップしてるだけで10冊以上もあって、そう、レゾンデートルの祈りっていう本が一番今読みたいかな。そう、うん、ミステリー読むの大好きですよ本当に、うん、同じって言ってるくれてる人とか、読んだことある人いる、嬉しい、うん、スクショタイム、はいそう、トイックの勉強してます今あの参考書を買って、あの移動中とか休憩時間、空き時間とかに読んでひたすら覚えてます。でも全然喋れないので、まだ英語あまりすごいなって思わないでください、うん、受けるの、日程的に受けれるかまだわからないんですけど、あの勉強するのが最近なんか趣味みたいになってきちゃって趣味が勉強することかニュース読むことなんですよそう、だからあんま受けれるか受けれないかあんま正直気にしてないっていう感じですね。あと2分ぐらいしかないので、そうですね、あ、そう、アットジャム出させていただきます。何の曲やるかまだ私たちも知らないんですけど、楽しみです、ハマりたいと思いますって感じで、乃木曜日月曜日の終わりのお時間です。明日の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせしますということで、まちょっとだけコメント読んで終わろうかな、30秒ぐらいあ、本当に今日はありがとうございました、たくさんおめでとうって言っていただいて、ちょっとそう、うん、嬉しかったです。にぐりでも、うん、また皆さんお話ししましょう、いっぱい、うん待ってますって感じで、うん、頑張ります、福岡も頑張ります、東京ドームも頑張りますまたね、ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。